30年ぐらい前かなに歌った石狩挽歌という曲なんですけど、まあとお聞きになってもピンとこない方が多いと思います。でだけども多分40歳以上の方はこの曲をお聞きになれば、私の拙いこの歌唱でも あの曲かとこう思い出されるかもしれない、あの隠れた名曲だと思ってます。ちょっと歌ってみます。飯を炊くっていうあのとこがいいなと思って、もうここだけを繰り返し私よく歌うんですけど、つまりどうもかつての北海道で日清漁に出る男たちを番屋というこの小屋でね、女性たちが食事の支度をなんかしてたらしいんですけどね、この歌の主人公の少女がまあ、子供ながらに一晩中飯を炊いてた、まあ、そういう時代があったようですけど、非常になんかしみじみとするなと思って、まあよく車の中で歌ってます